こんにちは、速稼塾の久保です。人生の成功の定義っていうのはどういうふうに置くかっていうのは非常に難しいのと、あと一人一人自分の中に成功の定義を持っているのかなと思うんですよ。私は前回ねお話した2017年ぐらいからお話していたんですけども、成功の定義っていうのは4つの条件が重なった時っていうふうに自分では決めていたんですよね。それは金銭的な自由、時間的な自由、組織に縛られていないこと、そしてもう一個はちょっとここではお話ししないようにしていきますけれども、もう何回も何回もお話してるんですけども、この4つが重なった時私は自由になったなというふうに思うようにしていたんですよね。でまさに今その4つをまあしばらく手に入れてるのかなという気もしないでもないですけども、でもねこうね見てみると成功か、なんかねそのホームレスをしていた時も、ホームレスをしている人たちを見ていてね成功してるなって感じたことは確かなんですよ。それはこういうふうにしたいとかこうあらねばならないってものを持っていないからなんですよね。もう本当にね5分先10分先のためにせいぜいそのぐらいのことなんですよ。でお昼ご飯を食べたら晩ご飯の心配はとりあえずしないんですよね。お腹が空いてきたらご飯の心配するっていう感じですかね。それ以外は寝床の心配もするんですけども、寝床はまあ侵害されることがほとんどないんで、それほどでもなかったかなと。で組織に属したりとかお金を追い求めたりとか時間が欲しいなと思った時っていうのは結構ね、自由からそして成功から遠いのかなと思うんですよね。でまあなんと言いますかね、人付き合いをするとお金がかかりますね。仕事をするのもお金がかかります。よってある程度お金を手に入れないと成功の下条件もできないのかなと思うわけなんですよ。そういう意味ではお金っていうのは人間の命とね同等かそれ以上と言えないこともないかなと思います。ただ私はやっぱりそうは言ってもお金っていうのは人間が作り出した単なる概念ですから、なくてもどうってことないなとは思うんですよ。もっと言ったらね、借金をいくら抱えててもその人の資質とか人格にはあんまり関係ないなと思ってるんですよね。逆に大金持ちでも本当はその人の人格にあんまり関係ないんですけども、周りの人がお金をたくさん持っているかそれとも借金をたくさん重ねるというかによってその人に対する評価っていうのを変えてくるんですよね。だからそこがちょっといけすかないところと言いますか、他者から見て成功してないっていうところの指標になるのは非常にナンセンスかなと思えるんですよね。なんか言い方がすごく曖昧になっちゃったんですけども、自分の大切な友達とかね肉親のことを思い出していただいて、その人が大借金抱えたからといって人生の落後者だっていうふうに思えるかってことなんですよ。でお金をたくさん持っている身内の人に対してもそれが成功だと素直に思えるかなってことなんですよね。お金をたくさん持っていてもそのお金を狙う人がたくさんいて精神的に不安になったりね、それから人間不信になっちゃったりとか、そういうのでは意味がないですしね。でものすごくお金が稼げてもそれで忙しくなっちゃって家にも帰れないとかね、親戚の葬式にも行けないってことになったらこれもまた意味がないですしね。でそう思うと、なんとかなんとかしなければならないってものを一つ一つ剥ぎ落とした姿が成功なのかなと思えるんですよね。このテーマはね、下手にね一人一人成功の定義が違うっていうふうな黄金率があるから決めにくいですけども、私がビジネスをしている人に言えるのは、ビジネスによってお金を得てないんだったらそれはダメだろうと思いますね。成功ではないと思います。仮にね月に1万円とか2万円をそれでもいいんですよ。それがコンスタントに1年とか2年とか5年とかっていうのが月に1万2万が稼げてるんだったらそれはもう成功だと思うんですよ。なぜなら毎月1万稼ぐ方法も毎月100万稼ぐ方法もそんなに変わんないんですよね実は。集客して商品を売る、それだけなんですよ。ただ商品の価格をどうしてるかってことだけなんですよね。そして集客の人数をどうしてるかってことだけなんですよ。この算数が違うだけでやってることは一緒ですからね。ですので1円も稼げない人っていうのはチャンスがあってもやっぱり1円も稼げません。そう思いますね。私もだからね今までやってきてむちゃくちゃ稼いだ時と
今みたいにやんわりと稼いでる時、まあ、やってること同じなんですよ。結論 YouTube やってるだけなんですよ。ですんで YouTube やってみてください。